散歩中に見つけました。あ、リッキーちょっと待って、わかりますかね、これ。家帰って撮りたいと思います。帰ってきたので撮っていきたいと思います。リッキー伏せ、ちょ近いな近いな、待て。はい、用意するのはまずこいつ、どこの家にもあるオスです。まずこれでやってみたいと思います。待て、釣るか、待て、バタやめて、行き、待て、待て、リキ、伏せ、待て、もうスタラしました。ちょっと全然弾かれてない、受けたらそう、リキちょっと見して、待て、オスです、ちょっと待って待って待って、バタ、オス、オスの匂いを、え、嫌じゃないの、まずオス垂らしました。じゃあ次こいつ、クリア除菌キクッと、はい、できちゃう。見えへんわ、リキちゃん。ちょっとちょっと、見えませんわ。はいはいはい。ちょっとちょうだい。はいはいはい。はい。待って。待て。コロコロやめ、見して、あ、いいの、はい、何もなかった、やめた、はい、待て、ちょっとちょっとして、ちょっとして、おおおお、あー、リキ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 、こっちおいで、
ちょっとどこ落としたん？リー君、どこ落としてきた？え？ちょっとどこに落としたん、リキ？力伏せ。大変なことが起こりました。見てください。もういないんですけど、綺麗に剥がれて、ここに、ちょっと力ちゃん、あー、見えへん見えへん。ちょっと、ここにいてたんですけど、ここにいてたんですけど、綺麗に剥がれ落ちました。で、お風呂場で水流して、ここに帰ってきたら、いけない。リキ、どこで落とした？まだにどこ？どっか落としたで？大変やん。あいつ死んだんちゃうからな。洗剤で仮死状態になって、うわ。どこ？リキ？どこに落とした？まだに。どこや？どこ？どこ行った？あ！おった！よかった！これです。こいつ、めっちゃ膨れてる。これ折ってよかった。さあ、これマダニです。このちっちゃい足とか口とか、めっちゃちっちゃいの、わかりにくくてすいません。わかりますかね。ちょっとこの辺、ここが、牙とか、そういうのがついてるんですよ。で、ピンセットというか、毛抜きみたいなやつで、根元からこう、挟み込んで、両サイドから挟み込んで、こういう感じで、取るんですけど、牙が残ったりするんですよ。で、指で取ったら、この腹の中のアレルギー物質が根こそぎ、ブシャッと、これ見てください。柔らかいですよね。ブシャッと出ていくので、お酢とか洗剤かけて気長に待つと、仮死状態になります。なので、このようにして、で、しばらく待つとポロッと取れます。発見できてよかったですけど。で、ノミとかマダニとか、特にマダニは最初見たらびっくりすると思うんですけど、こうやってやればね、そんなに怖いものではないです。なので、もし発見したら、こんな感じでやってみてください。めちゃくちゃ、わかりますかね？口元めっちゃちっちゃいですよね。これです。めちゃくちゃちっちゃいんですけど、これがもう全然取れないんですよ。
で、こいつ今仮死状態なだけです。また復活します。なのでこれを密閉してやりたいなと思います。はい、用意しました。セロハン、ここにこれ、こんな風に超密閉して、差し上げましょう。これでも出てこれないです。この状態でゴミ箱ポイしましょう。ということで、マダニ取りでした。それでは。